クスフラックスグレートアドベンチャーはニュージャージー州ジャクソンタウンシップに位置する遊園地。1972年にワーナーレ・ロイが考えた総合アミューズメント施設。当時は自然回帰ブームでニュージャージー州の奥地にスウィテリック一族が所有していた土地を開発し木材で作った施設と森と湖で楽しむというコンセプトだった。そこには動物園、 スノーパーク、キャンプ場が設置され、ホテルとショッピングゾーンとは、船、モノレール、スカイライドで接続されることになっていた。その後、この施設は様々な工程を得て、現在の形に至る。園内には、メインストリート、ファンタジーフォレスト、アドベンチャーアレー、アドベンチャーシーポート、ムービータウン、レイクフロント、フロンティアアドベンチャーズ、プラザ、デルカーニバル、 ゴールデンキングダム、ボードウォークの10カ所のテーマに分かれており、それぞれ趣向が異なっている。その中に50以上のアトラクションがあるが、目を引くのはローラーコースター類であり、金高やエルトロ、ナイトロなど、世界的に有名なローラーコースターが数多く設置されている。グレートアドベンチャースカイラインのパノラマ写真、ありがとうございます。